皆さんこんにちは。ジャパンタイムズアルファ編集長の高橋です。さあ今週もボキャブラカレッジが始まりました。実はこの前日にですね、皆さんもご覧になったかもしれないですけど、イチロー選手の引退記者会見がありまして、私も最後までね、中継を見てましたんで、すっかりね、寝不足になってしまって、こうなんか頭がぼーっとしてるんですけれども、元気出していきましょう。今回もですね、いつも通りこちらのジャパンタイムズアルファに掲載されている記事の中から大切なボキャブラリーをですね、一つ取り上げて皆さんと一緒に勉強していきましょう。さて、この週のトップニュースですけれども、皆さんこちら何だかわかりますか？ニュージーランドでですね、銃乱射事件が起きましたけれども、そちらのニュースをですね、この週は一面トップで扱いました。で、この記事の中にこういった文章が出てくるんですね。ご覧ください。さあこちら、まあ、ところどころ省略してますけれども、ハキャビネット、内閣は何かって言ったら、reach decisions、まあ、ある決断に達したわけですね。何についての決断かって言ったら、on gun reform laws ですから、まあ、要するにですね、銃に関する法律をですね、改正するんだと。そういった決断に達したわけですね。で、その後に、in the wake of、こういった表現がつながってます。で、さらに続けて、New Zealand's worst mass shooting、まあ、ニュージーランドのですね、最悪の銃乱射事件と、こう書いてるわけですね。で、この前に、in the wake of、こういった表現がつながっていると、こんな構造になってますね。さあ、というわけで、今週は、先ほど記事の中から出てきました、こちらの wake、この単語についてですね、見ていきたいと思います。で、もちろん皆さんね、この単語自体は見たことあると思います。起きるとかね、そういった意味ですけれども、実は先ほど記事の中で使われていたのは、皆さんがよく知っているワイクとは、これ綴りは一緒だけど別の単語なんですね。それではこのワイクには一体どんな意味があるのか、今週はこれについてですね、考えていくことにいたしましょう。さあ、それではこのワイク、起きる以外にどんな意味があるのか、結論から言ってしまうと、実はこのワイクには、こういった意味があるんですね。功績と呼びます。で、私も含めて皆さんね、あんまりこの功績って言葉には馴染みがないかと思いますけれども、まあ、なんとなく字を見ていただければわかりますよね。功、まあ、船なんかが航行した跡、跡ですから。まあ、要するに、横に書いてある通り、船が通った後に水面に残るような波とか泡、こういったものを表すのがこのワイクなんですね。画像で示すと要するにこれです。皆さんも船に乗った時にね、後ろにこういったものができているの、見たことがあるかと思いますけれども、これをワイクと呼ぶんだと。で、こんな意味があるなんてのは、聞いたことないぞと、皆さん思われたかもしれないですけれども、ウェイクボードってのありますよね。どんなものかっていうと、まあ、足にスノボみたいなのをくっつけてですね、モーターボートに引っ張ってもらって、こうなんか水上滑ると。そういったものをウェイクボードって言いますけれども、まさにこのウェイクの上を滑るから、ウェイクボーディング。こんな風に言うわけですね。で、ちなみに、この意味でのウェイクを使うときには、圧倒的にこの形で使うことが多いですからね。in the wake of。じゃあこれをどんな風に使うかっていうのは、この後のですね、使い方のコーナーで、詳しく見ていきたいと思います。さあ、それでは続けて、この意味でのワイクの使い方をですね、いくつか例文を通して見ていきたいと思います。で、先ほど言った通り、この意味では、in the wake of、この形で使うことが非常に多いですからね。これでどんな意味かって言ったら、何とかを受けてとか、何とかに続いてとか、まあ、何とかの結果としてと、こういった意味を表すわけですね。例えば、その不祥事を受けて、社長が会見するとか、そういった感じでですね、何かを受けて、その何かに続いてみたいな、そういった意味も in the wake of、これが表すわけですね。じゃあなんでこんな意味になるかですけれども、先ほども言った通り、 wake って何かって言ったら、船が通った後にできるようなこういった波みたいなもの、そういったものを wake と、こんな風に呼んでるわけですね。で、言ってしまえばこれは船の後に続くものですよね。船が通った結果、このワイクができるってことは、これ船の後に続くものなんですよ。ですから、ワイク自体に後に続くみたいな、まあそういったニュアンスがあるわけですね。ですから、in the wake of の形で何とかを受けてと、こういった意味になるんだと。まさに何かのこのワイクの中にいるってことは、それの後に続いてるんですよと、
こういったニュアンスがあるわけですね。というわけでですね、このイメージで、皆さん捉えておきましょう。では、具体的にいくつか、例文を見ていきたいと思います。Security has become tighter. Security がよりタイトになったと、こう言ってるわけですね。さあ、その後に、使われてますよ。In the wake of the attack. さあ、その attack、まあ、攻撃とか襲撃があったんだと。それを受けて、Security がタイトになったと、こう言ってるわけですね。ですから意味としては、その襲撃が起きたことを受けて、Security がより厳しくなったと。こんな風に言ってるわけですね。このように、in the wake of ってのは、何かを受けてとか、その何かに続いて、こういったことが起きたんですよ、と。そういった、特に因果関係をね、表すときに使われる表現なんだと。このように捉えておきましょう。他にも、もう一つ例文見ていきましょう。He resigned. 彼は resign. 辞任したわけですね。何を受けて辞任したのかって言ったら、in the wake of a recent corruption probe ですから、recent、最近起きた corruption。これで、汚職ですね。probe。まあ、汚職の捜査です。要するに、汚職疑惑で捜査を受けたわけですね。それを受けて、彼は辞任したんだと。まあ、簡単に言うとね、彼は最近の汚職捜査を受けて、辞任しましたと。ついこの前もですね、なんか汚職に関連して辞任を表明したオリンピックのですね、委員長がいましたけれども、まさにそんなことをね、イメージしていただければと思います。まあ、汚職による捜査を受けてしまって、まあ、そのことを受けて辞任したんですよ、と。こう言ってるわけですね。というわけで、この功績と、こういった意味を表す wake はこのように、in the wake of、この形で使われることが圧倒的に多いですからね。もうある種一つの決まり文句として、皆さんしっかりと頭に入れておきましょう。さあ、ニュースワード&バスバスのコーナーです。今回はですね、いつもとは少し、趣向を変えてみたいと思います。皆さん、こちらの方、ご存知ですかね。まあ、ご存知って方も多いかと思いますけれども、まあ、こんまりことですね、片付けメソッドで有名な、近藤麻理恵さんです。で、おそらく皆さん、彼女が現在ですね、アメリカで大人気ってことも、ご存知ではないかと思います。まあ、彼女の番組がですね、ネットフリックスで放送されてるぐらいですから、すごくアメリカでもね、現在人気があるわけです。で、アメリカで活躍しているということは、まあ、当然ながらですね、現在、まあ、彼女は英語版のホームページも持ってらっしゃるんですけれども、その中でですね、彼女の片付けメソッドのエッセンスとも言える部分をですね、少し抜粋してみました。こちらご覧ください。さあ、ここに書いてありますね。これが彼女の片付けメソッドの、まあ、エッセンスとも言えるようなね、中心的な部分です。keep only ですから、まあ、なんとかだけをキープ、取っておきなさいと言ってるわけですね。どんなものだけを取っておくのかって言ったら、the speak to the heart。皆さんなんとなくこれ、わかるかと思いますけど、まあ、心に訴えかけてくるような、そういったものだけ取っておきなさいと。そして何かって言ったら、and discard。なんとかは捨てちゃいなさいと。items。どんなアイテムを捨てるのかって言ったら、that no longer。もはや、ほにゃららしないようなアイテムは捨ててしまいなさいと。こんな風に言ってるわけですね。じゃあ皆さん、こちら空欄になってますけれども、ここにどんな感じの言葉を入れたら意味が通るか、わかりますか？おそらくですね、彼女の本を読んだりとかですね、どんな感じの片付けメソッドなのかと。そういったことをご存知の方はね、何が入るか、わかるんではないかと思います。まあ、簡単に言うと、ときめくってことですね。要するに、もう心がときめかないようなものは捨ててしまいなさいと。彼女はこんな風にですね、教えているわけです。さて、それではですね、今回はこちらのときめく。この言葉が一体どんな風に英訳されているか、考えてみたいと思います。皆さんわかりますか？ときめく。実はこれ、二語で表現されてるんですね。どういった英語が当てられてるか、想像できますか？結論言ってしまうと、こういった英語が使われてますよ。さあ、この、こんまりさんのね、片付けメソッドの中の、まあ、ある種のキーワード、ときめくは、公式ホームページでは、こんな風に、spark joy。こういった言葉を使ってるわけですね。spark ってのは、火花とか、そんな感じですけれども、これで引き起こすとかですね、そういった意味もあるわけです。で、ジョイってのは喜びですから、喜びを引き起こすようなもの、すなわちそれをときめくと。まあ、これの英訳としてですね、公式ホームページには、掲載しているわけです。
さあちなみにですね、こういったものになんか反論したりとかですね、文句つけたりするってのは私はあんまり好きじゃないんですけれども、まあ、あえて言わせていただくとしたらですね、まあ、あくまで、僕の個人的な意見ですけれども、私はスパークジョイって英訳はあんまり良くないんじゃないかなと、まあ、個人的にはね、思っております。でスパークはまだいいんですよ。スパークってのはこう火花みたいにですね、何かを刺激して引き起こすって感じですから、この単語にはなんとなくこのときめきのニュアンスみたいなものが少し出てるんですけれども、ちょっとジョイって単語は、ある種これ非常に軽いですよね。単なる喜びですから。ですから、おそらくネイティブスピーカーがスパークジョイって聞いても、なんかこう、喜びを引き起こすんですよぐらいの、そういったニュアンスにしか取らない可能性がありますよね。ですから、日本語のときめきよりも、こうなんかだいぶ語感として、まあ、軽くなっちゃったなと、そういった感じがするんですよね。で、何度も言ってる通り、僕の個人的な意見ですけれども、私はできればね、こんまりさんには、ときめきって言葉は英語にせずに、ローマ字のまんまですね、ときめきと、こういった形でですね、英語に紹介してほしかったなと、こう思いますね。で、ときめきってのはこう、なんとなく韻を踏んでるしね、言ってるとこう、楽しくなってくるような、そういった音を持った単語ですから、できればこれを使っていただいた方がですね、このときめきと、そういったなんていうかこの言葉の持ってる強さとか、そういったものが伝わったんじゃないかと思います。で、まあ、こんまりさんがね、実際こちらの放送をご覧になる可能性っていうのは、もちろん限りなくゼロに近いんですけれども、もしね、ご覧になるようなことがあったら、今からでも遅くはないので、こちらのときめきはですね、ローマ字で、まあ、日本語としてですね、表現してくれると嬉しいなと、個人的には思いますけれどもね。さあ、というわけで、今回の内容は以上です。また来週皆さんこちらのボキャビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。